iPhone 13やめます。どうも今村です。早いものでもう8月でございますね。まああと1ヶ月2ヶ月したら Apple の新製品発表会のアナウンスとかがね出てくるんじゃないかみたいな感じですね。毎年9月10月11月あたりはですね、まあ Apple さんの新製品のまあラッシュがババババッとあって、結構楽しい季節が始まるなという感じなんですけれども、つまりですね、僕が今使ってるこのね iPhone 13、13 Pro シリーズがですね、まあ、発売されてもうすぐ1年ぐらい経ってしまうということなんですよね。でですね、まあ1年近く使ったわけですよ。僕今までね、この iPhone 13 Pro に関する動画をねほとんど全く出していなかったんですよね。それっていうのもね、もう迷いがあったんです。本当に迷いというか悩みというかね、ずっと葛藤があって、どっちかなどっちかなと思ってたんですが、およそ1年経ましてね、もう結論出ました。 iPhone 13 Pro やめます。いやこれね、いいスマートフォンなんですよ。すごくいいスマートフォンではまずあります。それはもう断言しておきます。普通に僕がこの iPhone 13 Pro 買って使ってたのであればですね、まあまずまあ不満はないんじゃないかなと思います。でここから少しおさらいですけども、 iPhone 13 Pro 何が良くなったかっていう話なんですが、画面のリフレッシュレートが 120Hz になりましたと。今まで60だったのが120に上がって、スムーズな、まあ、グラフィックですよ、アニメーションというものが目に入ってきてですね、まあ非常に気持ちがいいですよって話とか、まあ、カメラ綺麗になりましたとか、広角側のカメラがマクロ撮影に対応してすごい近寄って撮れますよみたいな話とか、結構いろいろあるんですよ。それら全て良かったです。まあ、マクロも良かったし、もちろん動画性能もすごく良かったし、 120Hz ヌルヌルのディスプレイもすごい楽しかったです。でもやめます。理由は1個だけです。これ重いんです。僕が以前使っていたこの iPhone 12 Pro ですね、12 Pro とこのiPhone 13 Pro を比べると、だいたいまあ 20g 30g ぐらいの重さの差があるんです。で僕はですね、ラ族なんですよ。裸の族、裸のトライブ、ラ族なわけでございます。スマートフォンにですねケースとかつけないんですよ。なんでケースとかつけないかっていうと、もちろんねこのハードウェアのねこう質感を楽しみたいっていうのももちろんあるんですけども、 iPhone がね重くなるのが嫌なんですよ。結構ね頻繁に手に持つものだから軽い方がねやっぱねいいんですよ。結構僕は小さい iPhone とか軽い iPhone は好きなのでですね、スマートフォンはもうある程度軽い方が絶対にいいだろうというふうに思ってるんですけれども、この13 Pro はまず持って重い。なんで重いかっていうと理由は2つあります。まず1つはバッテリー容量が増えました。バッテリーがこの12よりもですね大きいバッテリーが乗ってるんですよ。だから部品が大きくなった分、バッテリー容量が多くなった分だけ重くなってるんです。ただこれ入っているバッテリーは大きくなったんですが、バッテリー持ちは実はそんなに増えてないんですよ。多分1時間ぐらいこっちよりも長いみたいな感じだったんですけども、体感でもねバッテリー持ちそんなに良くなってないんですよ。なんでかっていうと、この13 Pro はこの画面のリフレッシュレート、1秒間のコマ数がですね 120Hz になったんですよ。まあ可変ですけどね。この 120Hz のリフレッシュレートっていうのはめちゃくちゃ電力を食うんですね。なので iPhone 13 Pro はこの 120Hz 化したディスプレイの消費電力を賄うために、より大きなバッテリーを積まなければいけなかったんですね。で重い理由の2つ目はカメラユニットがでかいんですよね。これカメラユニットすごく大きくなってるんですよ。これこう比べてみると分かるんですけど、上が13のプロで下が12のプロです。カメラユニットねすごく大きいんですよこれ。でこの大きなカメラユニットが本体の重さをですね増しているっていうところと、プラスですねこのカメラユニットもう一個悪いとこあって、ご覧のように iPhone のカメラっていうのはスマホの上側にあるんですよね。上側に非常に大きなですね、まあ、カメラユニットがあるということで、この iPhone はですね上側が重いんですよ。重量バランスがすごい上に偏ってるんですね。こっちの12はカメラユニット小さいし薄いので、まあまだですね重量の上への傾きっていうのは少ないんですけれども、13 Pro の場合はこの大きいカメラユニットが重心をすごく上に持ち上げてるんですね。じゃあ重心が上だとどうなるかっていうと、iPhone って大体こう下を持つわけですよ。下からこうやって僕とか結構小指を入れるタイプなんですけども、小指をここに入れたりとか、まあ、下からこうやって握ったりとかしてこういう感じで持つわけじゃないですか。でこの状態で支えていない上側が重いということは、まあ、テコの原理もあって、こうこっちに倒れる方向にすごい力がかかるんですよ。上側がテコの原理でこっちに落ちる力が非常に強いわけですよ。上側に重心が寄ってるってことは、この上側が重くて倒れていく分を手で支えなければいけないので余計重く感じるんですよ。なのでこのカメラユニットは単純に大きいというだけでなくて、上側にあってこの iPhone をすごいトップヘビー、重心が高いところに合うっていう風にしてしまっている結果、非常に重く感じるというような、まあ、効果をもたらしてるんですね。あともう一個言うと、ここで人差し指こうやってやると僕の指干渉しちゃうんですよ。このカメラユニット、こっちはしないんですけどね、こっちはいい感じに収まるんですけど、13 Pro の方は
こうね、カメラユニットに干渉しちゃうんですよ。とまあこういう感じで iPhone 13 Pro 重いなと思いながらもですね、まあ1年近く使ってみたんですが、結局重いなというところに帰着しましてですね、iPhone 13 Pro をやめて、ここね未練たらしく置いといたんですよ。なんで僕はこの12 Pro をですね処分しなかったか手放さなかったかっていうと、これが重いなって思ってたからなんですよ。これが重いなと思ってて、こっちすごい良かったなって思ってたのがずっと心に残ってて、この12 Pro はですねずっと手放さずにね手元に置いといたんですけども、まあ結局ですねこっちに戻ろうと 60Hz になっちゃうし、まあマクロもなくなりましたけども、それでもですね僕はこのスマホすごい好きでした。この色もすごい好きでした。ということで僕は13 Pro 選べます。という感じで、僕が13 Pro やめる理由は僕が個人的に裸族であって、スマホの重さにすごく敏感で、かつ13 Pro を重いと感じているからというところに尽きるので、この13 Pro は iPhone13 が何か悪いとこがあったっていうことではまあないっす。はい、まあ言っちゃえばですね、僕自身にとっても重いという部分をまあ度外視すればですね、素晴らしいスマートフォンです。本当に素晴らしいスマートフォンです。ただここはまあ僕のチャンネルなので僕の個人的な話もたくさんさせてください。重いと思いました。はい、非常に重いと思ってます。ということで、皆さんはぜひ iPhone 13 Pro を楽しんでほしいんですが、僕はですね、iPhone 13 Pro 重いんでやめます。はい、12 Pro に行きます。さあ、来月はもう9月で、その次は10月ですね。例年ならまあこの辺にね、だいたい Apple の発表会1回ぐらいあってですね、まあ新しい iPhone なりなんなりがまあ発表されたりするわけなんですけども、今年はどうなるんですかね。まあナンバリング的には今年は iPhone 14 の年でございますけども、まあちっちゃいサイズがなくなるのかなとか、チップの変化がないのかなとか、カメラの変化がもしかしたらないのかもなとか言われてますけども、まあ僕個人としてはまあ空張りぐらいかな。正直中身とかデザインとか、まあ、カメラ性能に関してはまあ正直もういいかなというか、もうやること残ってない感じがするんで、まあカメラは多分良くなりましたって話はあると思うんですけれども、まあ、プロの方は 120Hz にもなりましたんで、まあもうぼちぼちデザイン空張りぐらいがまあ関の山かなという感じで、今年の iPhone はねちょっと買い替えるかどうかはちょっと未定ですね。とりあえず13 Pro が重いっていう結論になっちゃったんで、で僕としては望遠は残しておきたいんですよ。だから無印13の方にじゃなくて12 Pro がいいなっていう話なんですけど、まあ14 mini とかがあればミニに行くか、あともう一個僕がちょっと今欲しいなと思ってるのは iPhone SE の新しいやつですね。 SE みたいな本当にちっちゃくて安いものをもう一回リニューアルしてほしいなっていう気持ちはちょっとありますね。あとはもう空張りでかっこいいのがあればちょっとこう心揺れるかなというふうに思ってます。皆さんはどのスマートフォンを使っていて、どこが好きでどこが気に入らないですか？ぜひコメント欄で教えてください。最後にチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。今村さん、じゃあね、バイバイ。